可愛さ余って憎さ100倍。可愛い、大好きだと思っていた人を憎しみ始めると、その憎しみは思いのほか強くなるみたいです。この絵はまさにそのことを描いた絵。二人の友達が敵同士になってしまった瞬間の絵です。モンタギュー夫人に愛を告白し、笑われるポープ。この男性、アレキサンダー・ポープは、モンタギュー夫人が大好きでしたが、モンタギュー夫人はこの時既婚者。ポープのことは友達としか思っておらず、彼の思いを笑い飛ばしました。この絵の彼の表情。ずっと思い焦がれていた好きな人にやっとの思いで告白して、あなたが私を好きなんて、と笑われてしまったら、まあ、こんな顔になっちゃうのもわからなくもないです。ポープのこと、かわいそうに思いますか？多くの人がポープのことをかわいそうに思ったみたいで、この絵がロイヤルアカデミーで発表されたとき、見た人のほとんどがこの絵に対して嫌悪感を抱きました。でもポープ、こっぴどく振られて泣き寝入りはしなかったんです。ポープはこの後モンタギュー夫人に復讐をします。この絵はこの事件が起きてから約100年後に描かれた絵なんですが、100年経ってもネタにされるって、相当センセーショナルな事件だったに違いありません。アレキサンダー・ポープ。彼はイギリスで有名な詩人で、日本でも翻訳された本がいくつかあります。ポープはカトリック教徒で、その当時イギリスではカトリック教徒は冷遇されていて、政府からの命令で教育を受けることを禁止されていました。なので彼は公立の学校には行けず、政府に内緒で運営されていたカトリック教徒の学校にしか行けませんでした。不運はそれだけではなく、ポープは体が弱く、10代の頃に結核菌が原因の脊椎カリエスにかかり、背骨が曲がってしまい、身長が140センチ弱しかありませんでした。それでも彼は頭が良く、面白い文章を書くのが好きで、文通をする中の女友達がたくさんいました。その女友達の中にモンタギュー夫人がいたのです。モンタギュー夫人はイギリスの貴族で、とても頭のいい女性でした。モンタギュー夫人はお母さんを3歳の時に亡くし、お父さんに育てられたわけではなく、お父さんの親戚に預けられて育てられました。幼いモンタギュー夫人。まだこの頃は結婚していないので、少女メアリーです。メアリーはおじさんの目を盗み、図書館に忍び込み、こっそりと本を読み、独学でギリシャ語とラテン語を習得しました。この時代は女性が教養を身につけるのは珍しく、メアリーはちょっと変わり者扱いされていました。彼女が20代の頃、友達のアンと文通を始めます。途中からアンのお兄さん、エドワードがアンの代わりに手紙を書くようになっていましたが、メアリーは途中からアンではなく、お兄さんのエドワードと文通しているのに気がついていました。アンが不幸にも亡くなっても、メアリーはエドワードと文通を続け、二人はやがて恋仲になっていきました。二人は手紙を通して愛を育んでいましたが、メアリーのお父さんは二人の恋を認めず、別の人、クロッドワーシー・スケッフィントンと結婚させようとしました。彼も貴族でなかなかのハイスペックだったんですが、メアリーはクロッドワーシーとは結婚せず、自分の好きな人、エドワードとロンドンへ駆け落ちし、そして結婚。メアリーはモンタギュー夫人になりました。モンタギュー夫人はロンドンで、自分と同じように詩や文学が好きな人のグループを作り、詩の交換などをするようになります。詩の交換はグループ内だけで行われ、外部には漏れないようになっていて、いわば秘密の会合というような感じでした。このグループのメンバーの中に、アレキサンダー・ポープがいました。ポープとモンタギュー夫人は、年も近くて頭が良く、社会から少し浮いている存在、と共通点が多いところから、すぐに意気投合し、仲良しの友達になりました。モンタギュー夫人にとってポープはただの趣味の合う友達でしたが、ポープはモンタギュー夫人ほど美しく、知性があり、共通の趣味で盛り上がれる女性を知りませんでした。ポープにとってモンタギュー夫人は友達というよりは異性として好きな人でした。ポープがどれだけモンタギュー夫人が好きだったかわかる事件があります。モンタギュー夫人は26歳頃に
当時ヨーロッパで猛威を振るっていた天然痘にかかります。モンタギュー夫人の弟も天然痘にかかり亡くなっています。モンタギュー夫人は高熱、体全身に何百もの赤いボツボツができ、やがてそれは膿んで破裂する。こういった天然痘の症状を一通り経験します。多くの人がモンタギュー夫人も、モンタギュー夫人の弟のように亡くなってしまう。そう思っていました。しかし彼女は奇跡的に回復しました。回復しましたが、モンタギュー夫人は元の美しいモンタギュー夫人ではありませんでした。天然痘の後遺症で、まつげや眉毛は抜け落ち、赤いボツボツが破裂した後には、醜いアバタが残ってしまったのです。モンタギュー夫人が天然痘で苦しんでいるさなか、エドモンド・カールという本屋が、モンタギュー夫人の詩をどこかから入手し、モンタギュー夫人の許可なく、彼女の詩を本にして売り出し、瞬く間にベストセラーになりました。モンタギュー夫人は元から世間から浮いた存在で、悪目立ちしていて、病気のせいで世間からさらに不要な注目を浴びていたのに、この刺繍のせいでまたいらない注目を浴びてしまって、モンタギュー夫人は辛い思いをしていました。そんなモンタギュー夫人をほっとけなかったのか、ポープはとんでもない行動に出ます。ポープはエドモンド・カールに偶然会ったふりをして、飲み物に吐き気を催させる薬を入れました。普通に考えて犯罪なんですが、ポープは大好きな人を苦しめるエドモンドが許せなかったんですね。そんなにポープに思われていたモンタギュー夫人ですが、天然痘にかかり奇跡の回復をしてから翌年、トルコにイギリスの大使として行くことになった夫についていくことになりました。この旅は危険で、ポープは二度とモンタギュー夫人に会えないと思い、告白めいたことをモンタギュー夫人にしています。モンタギュー夫妻がトルコに旅立つ前、ポープはモンタギュー夫人を訪ね、あなたを思うがあまり、他の女性よりあなたには冷たい態度をとってしまった、と言っています。ツンデレってやつでしょうか。ポープの予想に反し、モンタギュー夫人は無事トルコに着き、トルコでの生活を満喫していました。モンタギュー夫人はトルコの人々が好きでしたし、文化も好きでした。モンタギュー夫人の肖像画はトルコ服を着ていることが多いんですが、きっとそれほどモンタギュー夫人はトルコが好きだったんですね。トルコ人と交流するうちに、モンタギュー夫人はトルコ人は天然痘の後、アバタがある人がとても少ないことに気がつきました。トルコ人は天然痘から自主的に身を守っていたのです。針で。トルコ人は天然痘を発症した人の発疹を針で刺し、少しだけ膿を取り、健康な人にその針で膿を摂取していました。このやり方はちょっと原始的ですが、健康な人間に病原菌を摂取させ、免疫を作るところはワクチン接種そのものでした。モンタギュー夫人がトルコにいる間も、ポープとの文通は続いていました。モンタギュー夫人に会えない時間が、余計にポープのモンタギュー夫人への愛を育てたのか、ポープは手紙で、いかにモンタギュー夫人を好きかを書くようになっていました。ある手紙では、モンタギュー夫人とポープは恋人みたいなもので、人が周りにいるときはきちんとしているけど、二人きりになるとイチャイチャし始める。というような妄想に似た内容を書き、それだけでは飽き足らず、エロイーザからアベラードへ、というモンタギュー夫人と主人公の女性を重ねたと思われる、禁じられた恋に苦しむ女性の島で書いています。ポープが情熱的な内容の手紙を送っていたのに対して、モンタギュー夫人の手紙の内容は、日常で起こったこと、発見したことなので、ポープの愛へは答えませんでした。約2年間のトルコ滞在を終えた後、モンタギュー夫人はイギリスに帰ることになりました。ポープの情熱的すぎる手紙のせいで、モンタギュー夫人はポープに会うのが少し心配だったようです。心配の通り、モンタギュー夫人はイギリスに着くと、ポープの情熱的な手紙で迎え入れられます。どんなにポープがモンタギュー夫人に会えることを喜んでいるか書かれた手紙の中には、二人の恋人が雷に同時に撃たれたラブストーリーの島で入っていました。ポープの愛情に少し嫌気がさしていたのか、モンタギュー夫人は、その手紙のお返事で、その雷に撃たれた恋人たちは別れた方がいい、と書きました。普通ここまでやられたら、
恋人になれないどころか友達でもいられないと思うんですが、驚くべきことにポープとモンタギュー夫人の健全な友情はそれからもしばらく続きました。この健全な友達の時もポープはモンタギュー夫人の絵を壁にかけて飾っていたらしいので、健全な関係とは言えないのかもしれませんが、1720年代イギリスでまた天然痘が流行り始めます。モンタギュー夫人は自分と同じような思いを人々にさせたくなかったので、トルコで学んだことを人々に広める決意をします。彼女は自分の幼い娘を連れ出し、貴族たちが見ている前で天然痘患者の膿を少し取り、娘に接種させました。このいわばワクチンのデモンストレーションは一部の権力者の関心を呼び、一応成功しました。しかし多くの人が膿を針で体内に入れるという行為を気持ち悪く思い、自分の幼い子供に膿を接種させたモンタギュー夫人を変人扱いしました。そんな変人扱いされているモンタギュー夫人に追い打ちをかけるように、ポープはモンタギュー夫人のことを悪く書いた本を出版します。あんなにポープはモンタギュー夫人が好きだったのに大嫌いになっちゃったんです。二人の関係が崩れてしまったのは1728年、ポープが愛の告白をモンタギュー夫人にしてしまった年。この絵を描いたウィリアム・フリスはロイヤルアカデミーの展示会でこの絵を説明するときに、モンタギュー夫人自身がこう語っていたと言っています。ポープが愛の告白をしてきたとき、怒ろうと頑張ったけど、あまりにも情熱的に告白するもんだから、ついおかしくて笑っちゃった。展示会に来ていた評論家たちは、この絵に激しく嫌悪感を示しました。ポープはこの時イギリスの超有名詩人として認識されていて、この絵はその偉大なポープの顔に泥を塗るようなものだったのです。ウィリアム・フリスはギャラリーの嫌悪感に満ち溢れた顔を見て、しまったと思ったがもう後の祭りだったと後悔したと言っています。この絵を見るとモンタギュー夫人はトルコ風の綺麗なドレスを着てテーブルに寄りかかり、のけぞりながら笑っています。これが告白に対する反応だと思うと残酷ですね。そしてポープは真っ黒の喪服のような服を着てすごい顔をしています。手や拳を作り、怒りでわなわなと震えている感じが伝わってきます。この状況をバカにするかのように、二人の後ろには皮肉にもキスをしている像があり、床には羽ペンが落ちていて、二人が長年続けてきた文通も終わりを告げることを示唆しています。ポープはあんなに好きだったモンタギュー夫人のことをこの出来事で嫌いになってしまったようで、この絵は復讐を誓った瞬間を描いているようにも見えます。ポープは自分の書籍愚物列伝でモンタギュー夫人のことをめちゃくちゃに攻撃しました。他の男との間にできた子供を夫との子供と偽っている、モンタギュー夫人は梅毒にかかっている、モンタギュー夫人は男と遊んでいる、などその他いろいろとありとあらゆる真偽不明のことを書きました。モンタギュー夫人はすでに天然痘ワクチンのデモンストレーションで世間に悪いイメージがついていて、そこに有名な詩人の文書での攻撃、モンタギュー夫人はいくつか反論の詩で対抗しましたが、他に効果的にやり返す術がありませんでした。勝手に既婚者を好きになったのに好意に応えてくれず、馬鹿にされたからといってこの仕打ち、本当に可愛さ余って憎さ100倍ってこのことだと思います。ポップは結婚したかったみたいですが、不幸なことに大好きな人は一度も振り向いてはくれず、誰とも結婚できませんでした。ポープのこの顔、モンタギュー夫人に振られショックを受け復讐を誓っているだけでなく、中年の自分がもう一生一人独身で居続けるであろう現実を悟っている顔なのかもしれません。ポープはモンタギュー夫人より一つ年上なだけでしたが、モンタギュー夫人が亡くなる20年前に亡くなりました。ポープが亡くなったと知った時、モンタギュー夫人は夫に、ああよかった、やっと私たちの不幸を願う者がいなくなったと言っています。ずっと友達同士でも気持ちのズレから憎しみ合う敵になってしまうことって本当にあるんですね。
それから時とともにモンタギュー夫妻の結婚生活はマンネリ化し、お互い家庭外にパートナーを作りました。モンタギュー夫人は20歳年下の恋人フランチェスカ・アガロッティのいるイタリアのベニスに移り住みます。ベニスの家の中のトイレの中にモンタギュー夫人はポープの本を置いていました。これはクズの本だけど、この本の上に用を足すのは気分がいいのと、彼女は友達にトイレの中に本がある理由を説明しています。ということで、今回は偉大な詩人ポープとワクチンを広めるきっかけになった偉大な貴婦人メアリー・モンタギューが一瞬にして友達から敵になってしまった出来事を描いた絵、モンタギュー夫人に愛を告白し笑われるポープについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。